長宗我部元親の秘密の地下迷宮。長宗我部元親は四国を支配する一方で、彼の城の下に広大な地下迷宮を建設していた。この迷宮は彼の敵を惑わせる罠が仕掛けられた謎に満ちた場所であり、元親はこの迷宮を使って政敵を排除することもあった。後にこの迷宮は失われ、今もなお多くの伝説を生んでいる。